尖閣諸島上陸調査決議政府への直訴も決定、石垣市議会。昨日、石垣市議会の本会議が、尖閣諸島での上陸調査活動と施設の整備を求める意見書と決議を賛成多数で可決いたしました。さらに、議員を政府に派遣して直訴することも賛成多数で可決いたしました。 この決議、簡単にご紹介いたしますと、尖閣諸島は歴史上も国際法上も紛れもない日本固有の領土であり、石垣市安佐都の城尖閣2390から2394の地的の投資・行政区域であることから、我が国の主権を明確にするために、地政権を示すことを行わなければならない。 尖閣諸島は先人から受け継いできた大切な財産であり、未来永劫を後世に責任を持って受け継ぐため、魚釣島などの主要な島々の自然環境、生態系、文化財などの調査を行うことは喫緊の課題である。また、尖閣諸島周辺海域で安全安心して漁労ができるように気象、海象、観測拠点、 東大、無線中継施設、船だまりの整備などに向けた現地調査が必要である。そのためには、尖閣諸島を行政区として預かる石垣市議会議員が尖閣諸島の現状を確認するために上陸し、適切な施策を講じることが必要不可欠である。よって、資市議会は尖閣諸島に上陸し、 視察、調査することを決議するとなっておりまして、まあ、こちら日本政府には速やかに石垣市議会による尖閣諸島での調査を認めていただき、調査の際には安全を確保するため必要な対策を講じていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。